はい、ということで今日のパート5を始めていきたいと思います。再開からって前回どこまで行ったっけ、ちょっと忘れた。なんかあれだよね、多分レベリングしたんじゃないかな。まあ、レベリングっていうかちょっとステータス強化しようとしたんじゃないかな、確か。で、以前まで行ったダンジョンに行って、で、召喚獣を手に入れに行ったんじゃなかったっけ、違ったっけ、ちょ忘れちゃったな。なんかそんな感じだったような気がするような。これなんだ、ん、レイクドラゴン、その近くまでワープする。あ、そんなのできんだ、武器マニア。レイクドラゴンまでワープするってやつ前なかったよな。アイテムがいっぱいでも勝手に倉庫に送ってくれるからいいね。倉庫。素敵素敵ってなんだ。あ、探偵の時攻撃プラス15。その職業によって変わるんやな、効果が。こいつは何なん、マジで。なんか特定の職業になると会話できるようになるとか、そういう感じかな。なんか左は確か前回行ったよね、確かね。左は行った気がするから、まあじゃあなんかレイクドラゴンまでワープしてみるか。じゃあセーブして、レイクドラゴン2回目いけるかな。まだいけないんじゃないかな。でもレイクドラゴンは右にいるのかな。エレキウギーナってもう絶対電気ウナギやん。さあこっちはなんだ、水を抜いてくれるのかな。ゲフ、よく来たぽよん。この俺様に見事勝てたら、レイクドラゴン様の部屋行けるようにしちゃうぞ。あー、そういう感じ。さあ、何かな。あ、お前タコか。あ、これで水を抜けるのか。で、こいつで回復してくれるのかな。あ、じゃあ帰んのか。大工になってから大工テクニカルで変えないとな。まあでもまあ今は特にいいかな、まだこのままで。これ上上がったらどこ行くんだ。これなんだ、すごいワクチン。左にいっぱい石があるけど、ゲルドロン。左行けないんだっけ。
あ、ホリテクレベル4以上か。この上は？召喚獣の行ったとこ行きたいんだよな。あ、スイッチはどうやって押すの？いや、押せよ。押せよ。なんか押してくんねえんだけど。ブロックで開けろ。ブロック、なんかアイテム置くのかな。なんか重いアイテムを乗せればいいのか。ちょ、マジで召喚獣いねえんだけど。え、こいつ女のカッパなの？なんでこいつ攻撃外すの、マジで。なんで攻撃外すの。これ何、素早さの問題なんですかね、わかんないけど。攻撃外すのなんか理由があるの、これ。これ異常に外すよな、攻撃。なんでこんな外すの、意味わかんないんだけど。素早さが足りないのかな。攻撃に、なんか命中率に関係するステータスって何なんだろう。やべ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 、 VP がやべ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 。じゃ帰りにいいし、これ。あっち行けねえし。どうすんや、これ。もう帰るか。よくわかんねえから。あ、待って、こっち行けるやん。じゃあちょっと行ってみるか。
VP マジやばいんだけど。スターが1500だ、結構あるな。確か2000枚でホリティクレビュー3にできた気がするな。ズー生だよ。床割りの床、床割りの床のスキルって格闘家じゃないのかな、分かんねえな。よくわからない、帰るか。なんかもう攻略がね難しいね、ほんとね、このゲームね。ちなみに今の状態で、あ、いや、多分無理だな、プリに倒せねえな、まだ。
よし、じゃあレリック火山もう一回行こうかな。81、めちゃめちゃきつくなったんじゃねえのこれ。よし、じゃあリッカザーもう一回行こう。カザー村かな確か。どうか、このステージあんまり掘るとこないんだよね確かね。あ、温泉か、温泉卵必要なのか。で、温泉卵どこで取るんだっけ、忘れちゃった。これ召喚獣がいるから先に、だから召喚獣を出してくるやつがいるからそいつに話しかけないって意味ないんだよねこれ。でこいつに召喚獣を出してもらうと。
こいつがフロックゴーレムやな。ワンパン取った。バカッチョ地霊って書いてある。ああこれがなんだっけ、ドラド大根やったか確か。おし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 、合ってる合ってる。なにこれ、なになに、あー弾き飛ばされた。あ、なんかあるぞ、スイッチ。あ、溶岩マジってこれ前作いなかったっけ。これで上に行くのか。フレアキッズ、なんだこいつ。全然食らわねえ。あ、やけど状態だった。やけど状態治んのかな、毒みたいな感じこれもしかして。あ、大丈夫だ、戦闘終わったら治るやつや。鍵ないな。すげえ、線路が すごい続いてるね。
さあどこまで行くんだ。これ脱線しないよな、大丈夫だよな。あれ待って、どこも行けねえ。え、途中で降りれんのこれ。いや何もできねえな。いや一周しただけ意味がない。鍵ねえからな、あそこの部屋行けないしな。どうしようかな、意味ないねこれ。行きようがねえから戻るしかねえな。一回この部屋で鍵を使わなければよかったか。もう一回帰った方がいいかな、もう一回来た方がいいかな。一回帰るか、仕方ねえ、一回帰ろう。出直そう、ちょっとしゃあない。あれ鍵どこで手に入れるんだっけ。一個前のステージか、一個前のフロアかな、ここだっけ。占いジジ、なんだこいつ。あざ、これか。
さあ、これ何をすればいいんだ。俺の名前はファンキー、線路を作る職人だ。トロッコのルートを変えるぜ。モンスターを育てるのが趣味だぜ。俺の可愛いモンスターに勝てたらルートを変えてやろう。バトルするか。はい、ふふ、負けてだけだよ。カモンバキューモラちゃん。あ、バキューモラかよ。こいつ育ててるとか相当趣味悪いな。ふふ、やるな。続いてカモンポークちゃん。いや、連戦かよ、まさかの。ふふ、やるな。続いてカモンヨガ魔人ちゃん。もう雑魚的ラッシュや。ふう、やるな。続いてカモンフリアキッズちゃん。いや、何連戦だよ。まあ、次で終わりかな、多分。ふう、やるな。続いてカモンフリアクックちゃん。フリアクックってあれか、ファイヤーか。いや、ファイヤー、これポケモンのファイヤーだろ、これ。強すぎる。意識が出直した。約束通りトロッコのルートを変えちゃったぜ。今度は負けないぜ。さあ、これはどこに通じているんだ。次は、あ、それでこっち行くのか。岩石人の村。おい、また鍵必要じゃねえかよ。もう鍵持ってねえわ。このステージ3つも鍵必要なんだけど。おい、マグマはどうやって渡るんだろうな。さっきバブって人がこの下に卵を取りに来ましたよ。この下にあるのか。あ、鍵ある。よしよし、この下に行けば卵を手に入れられるな。ここは火山に住む岩石人の村です。何もありませんが、どうぞごゆっくり。え、それ欲しいの。いいよ、持ってって。岩石人の村ですって言って住人2人しかいないんだけど。
これなんかあれじゃない、召喚獣なんかでいいんじゃないの、ブロックかな、こいつか、あ違う、水系のやつかな、わかんねえな、なんか使えそうなやついるかな、これ召喚獣指出して何ができるのかわかんねえかな、こいつら。水系の召喚獣取りに行こうと思ったけど、なんかそれでレリックレイクルだっけ行ったら、なんかもう地形が変わってて手に入れられなかったんだよな。ゲートは上げてほしければ問題に答えな。ここでよく取れる石は何、着火石やな、またカタカナとひらがなの組み合わせやね。いけ、大当たり、ゲート開けちゃうよん。なんか謎謎クイズ系が多いよな。有料トロッコ一周50スター、トロッコ乗る意味あるのか。やあポヨン、元気かよ、僕だよ、バブだよ。ところでもしかしてポヨンも卵を探しに来たの？卵なら僕が持ってるよ、ポヨンにあげたいけど、僕も卵欲しいし。そうだ、僕と試合して勝ったら卵をもらう。それでどう？これ戦うのか。じゃあセーブしよう。よし、じゃあ試合しよう、行くよポヨン。バブ。ブーメラン持ってる。いや2連続攻撃かい。ははは、1しか減らねえ。ダブルブーメラン、1しか食らわねえ。もう何回攻撃すんだよこいつ。もう4回攻撃かよ。1しか減らねえんだけど。やっと倒した。すごいよポヨン、強くなったね。約束通り卵あげるよ。ポヨンは卵を手に入れた。さあ僕ももっと鍛えなきゃ。次は負けないよポヨン。もう卵入手したらもう探索する必要ないやん。ここトロッコは何かあるのかな。一度乗ってみるか。
カサマダイス。ガルルル、我が名は赤パグー、命が惜しくなければかかってこい。赤パグー、赤パグーってあのスリーヤンキースの真ん中にいたやつだろ。命沈め、己の愚かを、愚かさ思い知れ。絶対これスリーヤンキースの真ん中にいたやつじゃんこいつ。あ、なんかすげえ攻撃方法がなんかサイコロになってる。サイコロぶん投げてる。なかなかやるな、ガルル。これをやろう。おお、あ、こいつに勝っても、弾をもらえたんやな。誰もいねえのよ、この BGM。ははは。てかさ、あれか？あの、温泉卵が確か必要だよね。だからこれ普通の卵じゃダメなんじゃねえの？ちょっと思ったけど。なんかどっかで温めたりする必要があるんじゃね？なんかそんな気がする。最悪モンスター赤パグーの部屋、来たれ命知らず。最悪モンスターなんだよ。これ乗る意味あんの？気分が良くなった。コスモパラメータ5あった。5上がった。なんじゃそりゃ。もう一回乗ってみよう。パラメータ5上がるだけかよ。じゃあいいや。どうやって温泉卵するんだろうな。ここで温めんのか。これ使うってやったら絶対使っちゃうよな、どう考えても。まあそうなるよね。え、どうすりゃいいんだろう温泉卵って。どうすんだマジで、わかんねえ。
やっぱ温泉卵だよね。普通の卵じゃダメか。多分卵をどうにかするんだろうな、どっかで。アイテムも使えなくなった。これどういう状態？マグマイザー。あ、アイテラ。何アイテラっていう状態以上は。そんな状態以上は前作あったっけ？まあ、別にアイテムなんかいらねえけど。わあ、混乱だった。トラップだらけじゃねえか。もう混乱だるいんだよなマジで。ハハハハハ、だるいわこれマジで。マジでだるい、これはだるい。いや、やばすぎだろ、お前。はぁ？いや、さすがにそれはやばいだろ。いや、それはさすがにいいだろ、お前。やばいだろ、こんなん。自分攻撃してワンパンで終わったんだけど。いかれてんだろ、これマジで。バケモンかよ、マジで。やばすぎだろ。
どうすんだこれ、行き止まりやん。セーブしとこ。よし、直った。どうやってあっち行くんだ。繋がってないよな。どうすんだこれ。いや、ちょっとわかんねえな。いや、わからん。わからん、もう。もう、温泉卵にする方法がわからん、もう、マジで。全くわからん。いや、もう、さっぱり見当がつかないですね。どうすればいいか。わからん。いや、ホリティグレベル上げてこいってのはちょっと酷やからな。てか多分無理だね。まだ上げらんないね、ホリティグレベル。だから、まあちょっとググりますわ。でも今回も時間なんで、ここまでにしたいと思います。まあ次回ね、までに、温泉卵にする方法を調べて、で、まあ母船まで行ければいいかなって感じですかね。ということで、ご視聴ありがとうございました。